綱は、アメリカ海軍の潜水艦、タンバー級潜水艦の一隻。艦名は、マグロ族やカツオ族など、大型サバ科の総称にちなみ命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。大西洋クロマグロメバチカツオツナは1939年7月19日に、カリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所で、寄港した。1940年10月2日に、 ビルヘルムエルフリーデル夫人によって、命名、浸水し、1941年1月2日に、艦長ジョン・ジェイ・クレーン少佐の指揮下収益する。つは1941年5月19日に、カリフォルニア州サンディエゴを出港し、真珠湾へ向けて、成長訓練を行う。排水域での活動で、魚雷発射管が誤って調整され、この問題を解決するため、 メアアイランドへ帰還する。日本軍が真珠湾攻撃を行った時、ツナはメアアイランド海軍造船所の監督で修理中であった。1942年1月7日、ツナはジョン・エルデター少佐の指揮した真珠湾へ向けて出港した。1月26日、ツナは最初の紹介で日本近海及び東、シナ海に向かった。3月4日、ツナは 北緯32度33分統計133度26分、北緯32.550度統計133.433度、32.550133.433の九州沖で4000トンクラスの貨物船を発見して攻撃し、撃沈したと報じた。しかし、この紹介では3月4日のものを含めて8度の攻撃を行ってこれ以外の戦果はなく、 また唯一のこの戦果も未確認のままジェニックに公認されたものの日本側の記録に該当するものはなかった。3月21日、ツナは54日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。4月14日、ツナは2回目の紹介で日本近海に向かった。4月29日、ツナは北緯29度25分統計136度54分。 北緯29.417度統計136.900度29.417136.900の地点で特設運送船北陸丸に対して魚雷を4本発射したものの北陸丸は魚雷を左舷側に回避した5月15日夜には北緯33度34分統計125度09分 北緯33.567度統計125.150度、3 3 5 6 7十2 5 1 5 0のチェジュ島近海で海軍徴用船豊原丸を撃沈した。真珠湾への木とミッドウェー海戦に協力し、ミッドウェー島の遥か西方海域で日本艦隊の捜索に参加した。6月16日、津は60日間の行動を終えて真珠湾に帰島。 艦長がアーノルド・イーチ・ホルツ少佐に変わった。7月13日、ツナは3回目の紹介でアリューシャン列島方面に向かった。8月8日の深夜、ツナは皇天の中で日本の移合潜水艦を発見したが、すぐに見失ってしまった。その後は8月25日から27日にかけて、ダッチハーバーからアダック島クルック湾まで陸軍大佐と6名の貸し艦と兵を輸送し、 同等の防衛に着かせた。9月5日、津は42日間の行動を終えて、真珠湾に帰島、通常のオーバーホールを行った。11月9日、津は4回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。11月26日と28日には、大阪と書かれた救命ボートを発見。12月12日には、南米08度32分統計160度04分。 南位8.533度統計160.067度 -8.533160.067 のニュージョージア島沖で駆逐艦に向けて魚雷を2本発射したが命中しなかった。これがこの紹介での唯一目撃した艦船であり戦闘行為であった。12月28日、津は48日間の行動を終えてブリスベンに帰島した。 1943年1月18日、ツナは5回目の紹介でソロモン諸島方面に向かった。1月24日、ツナはベララベラ島東岸海域に到着。以後、5度にわたって攻撃機会があり、16本の魚雷を発射したものの、戦火は上がらず、反撃を受けて海底でじっとしていることを繰り返した。2月11日に、 ニューアイルランド島とブカ島の間の海域に移動。しかし、戦火が上がらないことによる乗組員のフラストレーションはたまる一方で、ツナはさらに、ビラプランテーションとムンダ近海の航路に移動。しかし、ツナは、この紹介では、不運なままで、ついに戦果を上げることはなかった。2月17日、ツナは31日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。3月4日、 ツナは6回目の紹介でビスマルク諸島方面に向かった。ニューアイルランドと北東端のリラリーフからブーゲンビル島西方を紹介した後、アドミラルティ諸島のマヌス島とムスソウ島を結ぶ海域に移動した。3月29日午後遅く、ツナはマヌス島近海でラバウルからパラオに向かう2隻のクセンとー2機の紹介機を護衛につけた6隻の輸送船団を発見。 夜通しで追跡した後、3月30日朝に、南イレレード35分統計147度55分、南位レ583度統計147.917度、マイナス0.58347.917の地点で、陸軍輸送船黒姫丸に対し如来を3本発射。うち2本が命中して、黒姫丸を撃沈した。 4月4日に従来海域の北西に移動したが、攻撃機会はなかった。4月20日、ツナは47日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。5月12日、ツナは7回目の紹介で、北部ニューギニア方面に向かった。5月19日、ツナは日本の潜水艦に魚雷を1本発射されたが、何事もなく終わった。 6月17日から18日にかけては、枠出島に対して、艦砲射撃を実施しようと同等に接近したものの、苦戦艇が警戒しており攻撃計画は変更された。6月28日、津奈は47日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。7月27日、津奈は8回目の紹介で、ニューギニア方面に向かった。しかし、7月29日夕刻に、 南位08度32分統計152度07分、南位8.533度統計152.117度、マイナス8.533152.117のウッドラーク島近海を航行中、オーストラリア空軍の爆撃機がツナに対して爆弾3発を投下。損害は意外と大きく、司令塔の他電池や潜望鏡が損傷。ツナは ブリスベンに引き返し、17日間に及ぶ大規模な修理を受けることとなった。8月21日、ツナは改めて8回目の紹介で、南シナ海に向かったトレス海峡を抜け、バンダ海、フローレス海を通過して、ティモール東近海に到達した。8月31日と9月23日の2度に、渡って攻撃機会があったものの、結果的に身を結ばなかった。 10月14日、ツナは54日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。潜水母カンペリアスによる整備を受けた。艦長がジェームス・ティー・ハーディン少佐に変わった。11月7日、ツナは9回目の紹介で、フローレス海及びジャワ海方面に向かった。モルッカ海峡を通過後、11月14日にサンベルゲラップ島にエージェントを上陸させた。 11月21日、ツナはスコールの中で貨物船に対し魚雷を4本発射。うち1本が命中したように見えた。12月12日、ツナは北緯02度45分統計127度00分、北緯2.750度統計127.000度、2.750127.000の地点でマニラから ハルマヘラ島に向かう輸送船団を発見。8時47分に海軍徴用船東聖丸に対して魚雷を3本発射。うち1本が東星丸の機関部に命中し、東星丸はハルマヘラ島カウに栄光されたが、最終的に廃棄された。1944年1月1日、ツナは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 オーバーホールのためハンターズポイント海軍造船所に開港され、作業は4月6日に終了した。4月24日、ツナは10回目の紹介でパラワ方面に向かった。5月4日、ツナは機密資料を積んでウェイク島の方角に向かう特設艦指定田島丸を発見。20ミリ機銃で射撃すると田島丸が反撃してきた。ツナは微砲でタジママルを砲撃し、 10分後に撃沈した。会場に機密資料と日本人乗組員が散乱し、津ナはそれらを拾い上げる作業を行った。そこにハダックが合流し、津ナは30通ほどの機密資料を捕獲したほか、3名を捕虜にして、そのうちの1人は後に死亡した。ハダックも2名を捕虜にした。5月14日には、ファイス島のリン酸業生産施設に対して24発の砲弾を撃ち込んだ。 6月21日、ツナは56日間の行動を終えて、マジュロに帰祷した。7月15日、ツナは11回目の紹介で、日本近海に向かった。四国と九州の中間で紹介をしていたが、レーダーの調子が思わしくなく、回復してからもしばしば日本の対戦関係によって制圧され、結果的にこの紹介で戦果を上げることはなかった。9月5日、 ツナは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がエドワード会、ステファニデス・ジュニア少佐に変わった。10月8日、ツナは12回目の紹介で、ハダック、ハリバットとウルフ・バック・ローチズ・レーダースを組んで、ルソン海峡方面に向かった。10月19日にサイパン島に帰港して、補給の後10月21日に出港。10月24日から25日にかけての、 冷凍機械戦では、小沢寺三郎中将を率いる、機動部隊に対する紹介を実施。綱は10月25日の夜に、砲撃による戦闘を目撃した。10月31日から11月1日のかけての、夜、北緯18度42分統計114度31分、北緯1 8 7 0度統計114.517度。 18.700114.517の地点で大型貨物船に対して魚雷を4本発射したが命中しなかった。11月14日には輸送船団を攻撃したハリバットが大破して戦線離脱した。12月2日、ズナは52日間の行動を終えてサイパン島に帰島。しばらくしてブリスベンに開港された。百四十五年一月六日。 ツナは13回目の紹介で南シナ海に向かった。1月15日にダーウィンに寄港。1月28日から30日まで、ツナはボルネオ島北東沿岸の適当な海岸でエージェントとの会合が試みられたが、敵の活動が活発であったため、ツナは会合を諦めた。2月3日、ツナは近在のバーベルから敵機の爆雷攻撃を3回受けており、 翌日の夜に詳細を報告するとの通信を受信。その後バーベルが消息を絶ったため、ツナはその会合のため、2月7日を期限として、バーベルとの会合が試みられたが、バーベルは2月4日に爆撃を受けて沈没しており、結局会合できなかった。3月2日から3月4日にかけては、ボルネオ島、ラブクワンに人員と4400ポンドの物資を陸上げした。 この紹介の間に、ツナは、敵は、紹介艇としか接触せず、他はサンパンを見たのみであった。3月13日、ツナは64日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。これが、ツナの最後の紹介となった。ツナは、その後、フリーマントルを拠点として、作戦支援活動及び訓練に従事した後、4月13日に、レーテ島に向けて出港する。ツナは、 スービック湾及びサイパン島に帰港し、終戦後の9月5日に新珠湾に帰還。続いて本国へ向かい、9月14日にサンフランシスコに到着した。その後、パナマ運河を通過して東海岸へ移動後、ツナは予備役艦隊で現役任務を継続し、試験のためにポーツマスに送られた他の潜水艦の安全保障及び整備の補助を担当した。ツナは 予備役艦隊ニューロンドングループ第16潜水艦隊162部隊に所属して任務を行った。1946年、ツナはビキニ干渉で行われる原爆実験クロスロード作戦の目標艦に選定された。パナマ運河を再び通過し1946年3月2日に新珠湾に到着。ツナは第1統合任務部隊に合流した。 スキップジャック、スケート、シーレイブンと共に、ツナは1946年5月21日に、真珠湾を出港する。9日後、ビキニ干渉へ到着し、ツナは場所を所定され、干渉の中に停泊した。最初の原子爆弾エーブルは1946年7月1日に爆発し、2発目のベーカーは7月25日に水中で爆発した。ツナは、 表面的な損傷を受けただけで、クエゼリン艦渉を1946年8月22日に離れ、新珠湾経由で西海岸へ向かう。9月5日に、ツナはハワイ水域に到着し、潜水艦基地に停泊する。1946年10月7日に西海岸へ向けて出港し、ツナは1週間後、メアアイランド海軍造船所に到着、い、 第19艦隊に所属した。1946年12月11日に退役が予定されたツナは放射線学の研究ユニットとして維持され、メアアイランドで放射線構造研究が行われた。保存作業は行われず、予定通り12月11日に退役した。1948年9月20日、ツナは艦隊公用衛星テケスタに栄光されメアアイランド、 海軍造船所を出港、最後の紹介に出る。9月24日、ツナは西海岸沖合2121メートルの深海に沈められ、10月21日に除籍された。ツナは第二次世界ロスコー P562 にアンノーン0 4 0 0と記載。ありがとうございます。